今日は角、角という字を書いてみましょう。一画目、一画目は、縦の中心から斜め45度に向かって左払い、斜め45度に向かって左払いで、2画目は中心に向かって、縦の中心に向かって左払い、少し角度が違います。1画目は少し寝かせるように斜め45度、2画目は縦の中心に向かって払います。で、3画目は1画目の払い終わりぐらいから左の下の隅に向かって払います。左の端の隅に向かって払います。4画目は3画目の書き始めと同じぐらいのところで、2画目の払い終わりを通ってちょうどこことここが同じぐらいのところで折れ曲がってきます。で、斜め上に跳ね上げます。で、5画目は縦、あまり長くならないように短く止めましょう。長くなりすぎないように止めます。で、6画目、こことここの余白をほぼ同じになるように書きましょう。で、3画目は止めずに払ってください。4画目は止めずに跳ねてください。で、5画目は長くなりすぎないようにちょうどいい具合のところで止めてください。字によっては長くてここが突き抜けてる字もあるんですけれども、小学校2年生で習う字は出ません。ここ出ません。止めてください。中に入れておいてください。で、これは角、角、角という字なので、この横もここも出ません。中に入れてください。